はい、どうも皆さんこんにちは。980の犬です。よろしくお願いします。今日はアンセルムのパーカーをご紹介したいと思います。アンセルムは2021年 SS からスタートした日本のブランドです。経年変化の価値観をテーマとしており、ダメージ系のアイテムが非常に人気です。今期のアイテムだと、このダメージのチェックシャツやダメージのデニムシャツが人気で速乾していました。取扱店舗は増えてきてはいるんですけど、まだまだ供給が追いついていないように見えます。有名なショップだとキクノブやウィズム、アークネッツなどで取り扱いがあります。すぐに売り切れちゃうので、欲しいアイテムがある人はインスタをフォローしてモニタリングするのがいいと思います。今回購入したのはこちらのダイドダメージフーディで、お値段は 34,100 円、色はブラック、サイズは2を購入しました。まずボディですが、アンセルムらしい古着のようなフェード感のある仕上がりになっています。近くで見るとこんな感じです。フェード感もあるんですけど、少し毛羽立ったような風合いになっています。裾や袖、ポケットの部分などにはダメージ加工がされています。触り心地はちょっとガサガサしている感じです。生地は薄めなんですけど、極端に薄いわけではないので、厚がりの私にはちょうどいい厚さになっています。特殊な染料が使われているので、独特の匂いがあり、また色移りなどのリスクもあるみたいなので、洗濯やインナー選びなどには気を使う必要があるみたいです。シルエットは身幅広め、着丈長め、アームホール広めのオーバーサイズになってます。はい、ということで早速着ていきたいと思います。はい、着てみました。アプレッサのパンツとアワレガシーのブーツと合わせてみました。もうちょいストレートめのパンツと合わせた方がバランスがいいのかなとも思ったんですけど、このちょっとバランスが悪い感じもそれはそれでいいのかなと思ってます。特に横から見たシルエットはすごく気に入ってます。このパンツ以外だとデニムと合わせることが多くなりそうです。はい、いかがだったでしょうか。個人的には気に入っているアイテムです。アンセルムは今の私にドンピシャなデザインが多いので、今後もチェックしていきたいと思っています。このアイテムは売り切れちゃってるんですけど、気になる人がいればメルカリ等をチェックしてみてください。はい、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。さよなら。